中山作は、道の区国に置かれた古代日本の上作の一つ。書出は、日本語記。延暦23年1月19日、誠意のため、万東の6カ国と道の区国に命じて、星14,315五国、米9,685国を、道の区国を団軍中山作に運ばせる。この記事から、中山作は遅くとも、 戦略23年までには完成していたことになる。伊藤信夫は、宮城県市、第一巻において、多賀城の北方を固める天平五作の不明の一、作に、小田軍中山作を当てた。伊藤は、当時の情勢から、中山作の創建は、天平期まで遡る、可能性を指摘し、中山作議定地に、東田軍枠屋町、矢野学山、留郡米山村、 中津山、物尾群家南朝家計算の3説を挙げた。宮城県枠谷町日向館跡と,と周辺からは土塁上の高まりとともに、多賀町総建期及びそれ以降の布目瓦が確認されており、日向館跡は、小田軍家、天平五作の不詳の一作、小田軍団に関わる上作などの役割を担いながら、中世上官へと変容していったものと考えられている。 岩崎綱尾、道の区国軍南球地校、開の七年。岩崎綱尾は、天明八年生、慶応二年没、栗原郡北宮沢村の人、桜戸桜沖など豪須。道の区国軍南球地校は、村瀬兼太郎編、九百十一から九百十二百科創設第三編、国書出版協会に再録、宮城県史観光当時、現在は、とめ 千葉の絵、道の国東田軍志向慶応元年5月写本、17から30ページ、大月文彦、道の区国東田軍小田軍縁格公、明治31年に収録イコール、宮城県図書館所蔵、枠屋長編、史跡黄金山三期二跡、関係資料集、昭和59年に収録、清水東ず史郎、中山の作、宮城県史跡天然記念物調査第13集、 宮城県史跡天然記念物調査会、昭和15年33から42ページ、宮城県市観光当時。現在は、石巻市。鈴木昭三、中山作、宮城県史跡天然記念物調査第一週、宮城県史跡天然記念物調査会、大正12年11から13ページ、愛原純一、谷口博光、千葉達郎2019。 赤色立体地図、空撮写真から見た、城作館外跡、宮城県石巻市物宇宙跡、枠谷町日向屋跡とその周辺、東北歴史博物館研究企業20、https コロンスラッシュスラッシュ siterreports.nabunken.go.jp スラッシュ54312、ありがとうございます。